皆さんこんにちは、エモンです。今日は駅舎を撮影した画像を見て駅名を答えるクイズを出題します。問題数は全部で15問で、制限時間は各問題15秒です。15秒では短い場合は途中で一時停止をいただいても構いません。なお、今回の問題は大手私鉄グループの駅に絞って出題しています。それではクイズスタートです。第1問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは浅草駅でした。第2問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは片瀬江ノ島駅でした。第3問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは難波駅でした。第4問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは西武秩父駅でした。第5問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは旗の台駅でした。第6問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは二俣川駅でした。第7問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは枚方市駅でした。第8問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは調布駅でした。第9問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは京急久里浜駅でした。第10問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは東武日光駅でした。第11問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは宝塚駅でした。第12問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは近鉄奈良駅でした。第13問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは千葉寺駅でした。第14問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは甲子園駅でした。第15問、駅舎の画像を見て駅名をお答えください。答えは箱根湯本駅でした。以上、駅舎画像を使ったクイズでした。ご意見などがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルが少しでも参考になりましたら、チャンネル登録・高評価をしていただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。